送りする曲は先ほどの中学生さん、中学校さんと被りますが、ダンシングヒーローです。この曲は80年代を代表するアイドル荻野目洋子さんが1985年にリリースした曲です。また2016年にブレイクを果たしたバブル芸人の平野ノラさんのネタ中に使用されている曲としても有名です。女子部員のキレッキレなダンスにもご注目ください。それではどうぞ。